大野翔太は、岐阜県大垣市出身のプロ野球選手。右投右打ち。中日ドラゴンズ所属。小学校時代は、岐阜県の荒崎野球少年団に所属し、捕手、投手、三塁手をこなす。中学時代は、青農ボーイズで三塁手としてプレーし、岐阜県選抜にも選ばれた。中学時代の夢は、県内屈指の名門校である、県立岐阜商業高校でプレーすることだったが、岐阜県選抜のメンバーの多くが同校に進学を考える中、あえて岐阜総合学園高校に進学した。高校時代は1年生の夏から三塁手のレギュラー。秋にチームの正捕手が肩を壊したため捕手へ転向した。2年生と3年生の夏に2年連続で岐阜大会の決勝に進むが2年連続決勝で敗れ、甲子園の土は踏めなかった。最後の夏の相手は、県立岐阜商業高校だった。高校通算29本塁打。高校卒業後、東洋大学へ進学。1年春からベンチ入りするも2学年上に田中大輔がいたため公式戦の出場機会が少なかった。3年春から正捕手となり、チームの4期連続優勝と、明治神宮野球大会2連覇に貢献。4年生春には、捕手として22年ぶりとなる最高殊勲選手に選ばれ、3年生春から4期連続でベストナインに選ばれた。東都大学リーグ通算55試合出場、166、打数43安打、打率、259、6本塁打、19打点。2008年の NPB ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから1巡目で指名。契約金1億円、年俸1.300万円という条件で入団した。入団当初の背番号は28で、日本ハムがドラフト会議の1巡目で捕手を指名したのは、1998年に實松一成を指名して、以来2人目であった。2009年、春季キャンプで1軍に抜擢され、そのまま、開幕1軍入り。4月5日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で初出場。4月11日の福岡ソフトバンクホークス戦で初先発出場。藤井秀吾を好リードし無失点で切り抜けた。以後も先発投手が藤井の時は大野が先発出場し、鶴岡慎也と相性が良いダルビッシュ有と八木智也を除く先発投手の際も大野が先発出場する試合があった。8月にインフルエンザによる発熱が原因で数試合を欠場するも、シーズンを通して一度も出場選手登録を抹消されなかった。日本シリーズ第5戦では、史上初めて新人捕手として先発出場を果たした。2010年、引き続き鶴岡と併用され、正捕手を争った。前年オフに、藤井が読売ジャイアンツへ移籍したが、この年にチーム最多の14勝を挙げた武田勝など、主に左投手の先発試合で捕手として先発起用され、前年よりも出場機会を増やした。また、前年にはなかった八木やダルビッシュの先発試合での先発出場を経験した。2011年開幕直前に鶴岡が顔面陥没骨折の怪我を負ったため、鶴岡が復帰するまでは全試合に先発出場したが、復帰後は鶴岡の先発出場が次第に増えていき、相対的に大野の先発出場数は減少していった。6月12日、対横浜ベイスターズ戦8回表の守備中、打者のブレット・ハーパーのバットが頭部に直撃した。ヘルメット越しだったが出血し、負傷退場。試合終了後の札幌市内の病院で患部を4針、縫う怪我となった。10月15日に腰痛のためプロ入り後初めて出場選手登録を抹消されるも、パリーグクライマックスシリーズファーストステージ第1試合で復帰した。最終的に打率やオプスは前年より下がったものの102試合に出場、盗塁阻止率はリーグ1位の323を記録した。2012年、再び、鶴岡と併用。武田勝や、ブライアン・ウルフの先発試合で、スタメン出場を続けていたが、打撃不振や鶴岡の打撃が好調ということもあり、球団はしばらく捕手を鶴岡で固定する方針を固めた。そのため、7月4日にプロ入り後初めてとなる故障以外での出場選手登録抹消となった。10日後の7月14日に再び一軍に復帰したが、その後はウルフや谷本圭介登板時のみのスタメン出場となり試合数、打率ともに過去最低の成績となった。オフには背番号がかつて小笠原道弘や高橋慎二らが背負った2へ変更されることが球団より発表された。2013年、鶴岡との併用状態が続いたが、6月に鶴岡が指を故障した影響で後半戦はスタメン起用が増加。打撃面では規定打席不足ながら、初めて打率が2割5分を超え、オプスも7割台に乗せるなどの木並キャリアハイの成績を残した。守備面でも盗塁阻止率で、両リーグトップまた12球団で唯一の4割を超える421をマークするなど成長を見せた。2014年、鶴岡が FA 移籍で福岡ソフトバンクホークスに移籍したこともあり2011年以来の開幕スタメンマスクを勝ち取る。しかし、打撃不振から5月に入り、読売ジャイアンツから移籍してきた市川智也がスタメンマスクを被ることが多くなったが、5月を過ぎ以降は市川と併用に戻る。5月17日の千葉ロッテマリーンズ戦で11回裏スコア1から1とお互い決め手を欠く中、松永貴弘から自身人生で初のサヨナラをホームランで決めた。シーズンを通しては自己最高の105試合に出場し本塁打も自己最高の6本を記録した。2015年、右肘痛を発症し、開幕を2軍で迎えたが4月28日に復帰。5月4日にはスタメン復帰はしたものの、前年の2番手捕手の市川もヘルニアの手術の影響で1軍復帰ができておらず1軍捕手が若手の近藤健介、石川亮の2人だったこともあり、肘が完全復調するまでは2人をサポートする形での出場が続いた。5月13日、対埼玉西武ライオンズ戦6回表の守備中、打者の浅村栄斗のバットが頭部に直撃した。頭部からは出血していたが、石川は代打で交代したため出られず、近藤の状態も良くなかったため、治療を受けてグラウンドに戻った。6月以降は徐々にスタメンマスクも増え7月からは、近藤が打撃優先のため指名打者になり市川も復帰したこともあり、市川との2枚体制に戻る。シーズンでは、プロ入り初の本塁打0本に終わる。シーズン終了後、宮西久夫に代わって、キャプテンに任命された。また、背番号2を杉谷拳士に譲り、この年引退した。中島聡が使用していた27に変更されることが球団より発表された。2016年、2年ぶりに開幕戦を先発出場し、4月23日ソフトバンク戦では、千賀博史代から自身2年ぶりとなる本塁打、7月8日のロッテ戦では2打席連続の本塁打を放つなど、打撃成績では安打、打点、犠打数で自己最高を記録。年間を通して、正捕手の座を譲ることなく一軍出場数でも自己最高を記録した。オフの10月18日に侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合の日本代表に選出されたことが発表された。11月12日の試合ではサヨナラ安打を放った。2017年オープン戦の期間中に催された第4回ワールドベースボールクラシックの本大会で日本代表に選出。しかし、実際の出場は、1次ラウンドの対中国代表戦だけにとどまった。NPB のレギュラーシーズンでは、1軍公式戦83試合に出場。しかし、右肘を故障した影響で、打率221、3本塁打、13打点、盗塁阻止率098と低迷した。チームが、レギュラーシーズンを5位で終えたことから、シーズン終了後の10月16日には、内視鏡による右肘の手術を受けた。この年のレギュラーシーズン中に、海外FA 権の取得条件を満たしたことから、11月9日には海外 FA 権の行使を表明。日本ハム球団では大野の FA 権行使による残留を容認した上で、大野との残留交渉で複数年契約などの条件を提示した。これに対して本拠地が大野の地元、東海地方を拠点とする中日ドラゴンズが保守陣を強化すべく大野の獲得交渉に着手。以上2球団による交渉の結果、同年12月9日には中日への移籍を決断した。2017年12月9日に中日ドラゴンズが大野の入団を発表。同月13日付でフリーエージェント宣言選手としての契約締結合意がNPB から公示された。推定年俸総額2億5,000円の3年契約で、背番号は日本ハム時代の後期に続いて27。自身と同じく FA 権の行使によって移籍した2002年から10年以上にわたって正捕手の座にあった谷繁元信が2004年から一軍の監督職に専念していた2016年シーズン途中に休養するまで着用していた背番号を1年間のブランクを挟んでつけることになった。なお、チームには2011年から同姓の大野雄大が所属するため、報道では大野進と表記。登録名については東海地方の皆さんに自分の顔と名前をまず覚えてもらいたいという本人の希望で大野雄大と同じくフルネームの使用を考えている。2018年は手術した右肘の状態が悪く、先発50試合出場に止まり、72試合出場の松井正人から正捕手を奪うことができなかった。2019年は開幕一軍入りするも、加藤匠馬の台頭もありスタメン起用は限られ、さらに右肘痛で5月31日に登録抹消された。8月25日に一軍復帰したが自己最小の34試合の出場にとどまった。また、この年スコアボード等の登録名を以前より希望していた大野翔太に変更する。2020年は中日移籍後初めて開幕2軍スタートとなる。その後も1軍に昇格することなくシーズンを終え、プロ入り後初めて1軍出場なしに終わった。オフには、実は3年契約ではなく4年契約を結んでいたことが判明した。大野のスイング日本ハムで投手コーチを務めた厚沢一之は、投手に気持ちよく投げてもらうことを重視する鶴岡と対比して、自分の意見を押し通そうとする大野のリードをカカー殿下と表現している。打者主体のリードもさることながら大野の最大の武器は捕球から送球までの速さと浮き上がる球ではなく低く、それない、取りやすい送球である。強肩に加え、キャッチング技術が良いため盗塁阻止率が高い。しかし2017年以降は右肘の故障の影響で盗塁阻止率を大きく下げている。チーム内では選手としての力量や人物面について高い評価を得ている。日本ハム応援番組、海海海海海において、日本ハムの選手を対象に実施されたチーム内で恋愛相談をするならというアンケートでは、大差で1位に輝いた。また、2009年、その他の記録、ありがとうございます。